オロチがオーディこのままでは城を落とされてしまう。急げ、城内の敵を一掃するぞ。この城を任されたのってあなたでしょ。私たちまで巻き込まないでくれる。ならばお前には頼まぬ。俺一人で城を守り抜いてみせる。しかし城を守れても将を損なっては本末転倒。味方の将にも目を配っておかねばなるまい。見事な武芸だ。親しき者が活躍すると俺の心も躍る。我が神通力味わえ。よし、これでひとまず城内の敵は片付いたな。やはり先行部隊だけでは足りぬか。だが今本体が到着した。一気呵成に攻め立てよう。何？敵の主力が到着しただと？なんなん？急に敵だらけなってるやん。この春日相手ではいかに我が輩でも厳しい。いよいよこの清盛も焼きが回ったか。前線を維持するだけの兵力はない。急ぎ、彼らを助けて城まで下がらせねば。救助に勝利だぜ。ありがとうよ。おきせがましく助けになんて来ないでくれる。まあ、あんたに免じてここは一旦引いてあげる。昨日出ますか。敵の出ますか。小僧が味なまねよ。ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。力を示す。助けてくれておきに。ほなら、うちは城に戻っとくわ。連合軍は数の割にしぶとい。さらに怪物を呼び出してくれよ。これ以上敵が増えては面倒この上ない。小僧、応援を指揮している者を撃つぞ。ああ、それが良さそうだ。弁慶、城は任せたぞ。死ぬまで守り通してやら。二人並んで戦うなど規則が悪かろう。小僧、別々に向かおうぞ。超飛竜剣山。心得た。現人者の名にかけて必ずや戦果を上げよう。そんなものをかけられては我が輩も手を抜けぬな。兵士の名にかけ現事務者に遅れは取らぬわ。やりよるな現事の御曹司、その名に恥じぬ働きや。本敵なれば今は頼もしき仲間。礼を言うぞ清盛。おかげで城を守れそうだ。思いのほか骨が味わえる。
力を示す。ならばさらに大きな力で滅ぼすまで。やあ、超死ぬ。オロチ様、死ねば嘘でしょ。まことなるオロチ様も現れたようじゃな。神の力を示す。超死ぬとなる。さあ、存分にあがく。これにやる。まさか本物のオロチ様じゃないでしょうけど、万一ってこともあるようなないよ。気になるならば確かめに行けばよかろう。我が輩は先に行くぞ。何にせよ放っておけば城が危うい。すぐに城へ戻らねば。やっぱり見かけ倒しだったわね。オロチ様はこんなに弱っちくないんだから。このもろさ、まことなるオロチ様にはほど遠い。やはり見てくれだけであったか。どちらの幻影を倒しても、最後は私の手を。一息に滅ぼしてくれる。呪煉の炎よ、燃え盛るがいい。このままでは城が負けられぬ。一刻も早くオーディンを通さねば。これってガッキちゃんの危機やんな。あんなんうちがいてもうたる。やつらは私の思いならば何度でも蘇る。この私を倒さない限りね。潮時、必要以上に戦力を失っては元も子もあらん。割とあっさり引き上げたわね。それなら最初から攻めてこなければいいじゃない。やつが早々に諦めたのは皆の奮戦のおかげだ。協力に感謝するぞ。今の戦いのどこを見て感謝などと。まったく人のいい小僧だ。みんな、うまく進ん、よし、うまくいったな。